こんにちは、コスケです。今日はこのランドクルーザープラドを借りたので、内外装とあとはラゲッジルームのサイズとか車中泊ができるかチェックしていこうかなと思います。ランクルプラドの黒ですね。かっこいいね。ご存知の方も多いと思いますが、オフロードもがっちり走れるラダーフレームの車でございます。タイヤもやはり大きいですよね。サイズは265/60×18インチでございます。横から見ても存在感ありますよね。全長は4800超えてるのかな。全幅は1885で、かなり幅のある太い車となっています。こうやって見ても分厚い車っていう感じはしますよね。で、前高も1800超えているので、高さもかなりある車だと思います。リアも角張っていて、個人的には最近の丸まった SUV よりもこういうオフロード感のある SUV の方が好きでございます。まあ、オフロード感があるというよりもガチでオフロード走れる車なので、北海道とか僕のような使い方にはぴったりの車かもしれませんね。最低地上高もかなり高く、悪路も難なく走れると思います。で、リアハッチは上に上げるタイプではなく横に開くタイプになっています。ここに取っ手があって、よいしょ、ガバンと。で、今回のランクルは7人乗りですね。ここにシートがついています。電動なんだよね。すごいね。では内装のチェックも簡単にしていきましょうか。やはり内装はちょっと設計が古い車なので、最新の車と比べるとちょっとデザインの古さは感じますよね。ただやはりそこそこ高い車なので、上質な感じの車ではないかと思います。シフトレバーも操作しやすそうだね。ドリンクホルダーはシフトの前にあって、ここにはベンチレーションもついてます。シートヒーターとベンチレーションが一つのボタンで操作できるようになってますね。ベンチレーションってシートから空気を吸い込んで蒸れないようにする機能なんだよね。すごい涼しくなります。で、収納スペースも広い。やはり幅が広いということもあって、真ん中のスペースも広く、その分収納スペースも多くなってるんでしょうね。では次にリアシートも見てみましょうか。リアは広いですね。176センチの僕がドライビングポジションを取って、このぐらいのスペースが空いてます。では早速乗ってみましょうか。おお、広い。さすがに全長1800超える大きな車ということもあって広いね。膝前空間は拳3個分ぐらいですかね。2個半から3個分ぐらい空いてます。ここ横幅も広くて、つま先も入るようになっているので、もう全く狭さは感じないですね。この下の床も結構フラットに近い状態なので、すごく広く感じます。助手席のシートを一番後ろまで下げても、2列目の足元空間はそこそこ広くて、176センチの僕が乗ってもまあ普通に座れるっていう感じでしょうかね。膝前の空間も拳1個から1個半分ぐらいは空いてると思います。ちなみにシートを一番前まで出すと、いやー広いね。足を思いっきり伸ばすこともなんとかできます。これだけ広いと家族がいてもまず不満は出ないんじゃないかなと思います。じゃあ3列目も座ってみようかな。おっ、こっから乗り込むんだねかなり狭いかもしれない。よっと、ああ結構厳しいですね。2列目のシートを上げちゃうと、ちょっと大人だと窮屈かなっていう感じがします。見ての通り膝も立っちゃうし、これで2時間乗れって言われるとかなりしんどいと思います。近くの駅とか買い物に行くぐらいなら
まあなんとか耐えられるかなと。3列目はおまけぐらいの感じですね。3列目の座り心地の良さなら CX-8 とかの方が快適に座れると思います。では次に荷室を見ていきましょうか。あ、ちなみに3列目使っている状態だとここにはほとんど荷物置けないですね。かなり狭くなってます。3列目上げている状態だとここの奥行きは20センチ弱ぐらいしかないね。ほぼ荷物は入らないと思った方がいいと思います。でシートを倒して3列目を倒した状態で2列目の後ろからこの一番後ろまでの長さがだいたい95センチでしょうかね。そして横幅は一番短いところでだいたい110センチぐらい、一番幅があるところだとだいたい140センチ弱ぐらいになっていますかね。137センチぐらいになってます。で確か2列目シートは折りたためるはずだよね。ちょっとやってみましょうか。多分ここかな。あ、行った行った。この状態だとかなりフラットで広い空間ができますね。若干3列目と2列目の間に段差はありますが、まあ埋められる範囲だと思います。これだと車中泊できそうだけどね。長さは、あ、意外と短く、シートの端からだと160弱ぐらいしかないですね。思ったよりも短めだね。で、シート前に出せるので、こんな感じで思いっきり前に出して、ここに荷物を置いて、寝るともうちょっと広くなるよね。ちょっと変則的な形になっていますが、この状態だと一番長いところで、190ぐらいありますね。190あればかなり余裕で寝られると思います。運転席側も170ぐらいですかね。さっきよりは長さあるんじゃないでしょうか。ちなみに高さなんですがかなり高いですね。僕正座して座ってますけど、ギリギリ頭が当たるか当たらないかぐらいで、あぐらかくとほぼ頭は当たらないので90前後ぐらいはあると思います。あ、やっぱそうだね。ちょうど90センチぐらい高さはあるので見えるかな。成人男性があぐらをかいて座る分には問題ない高さになってますね。ちなみにセカンドシートの部分はちょっと高さが低くなってて、こっちは75ぐらいしかないんですよね。15センチぐらい低くなってます。なのでこっちは座ろうと思うともうかなり頭を下げないと無理ですね。このランクルプラドで車中泊する場合は食事は3列目を倒してこの上ですると高さも十分にあっていいんじゃないでしょうかね。見ての通り結構快適ですよね。ここにテーブルを置いてご飯食べることもできると思うのでなかなかいいんじゃないでしょうかね。じゃあ最後にちょっと寝てみましょうか。助手席を一番前に出すと結構長さ取れるので、ここを荷物で埋めなきゃいけませんが、何か置いておくと十分な長さなので寝ることはできますね。まあただ見ての通りお尻がすっぽり入っちゃうので結構体重かかる場所なんですよね。しっかりしたものを置かないと寝づらいかなという気はします。ただ結構フラットになっているのでしっかり埋めれば快適に寝られそうだね。というわけで今回はこのランドクルーザープラドの簡単な内外装のチェックと荷室のサイズチェック、そして車中泊ができるかどうかのチェックでございました。
まあ、一般的な SUV に比べてやはり長さがあるということで車中泊はしやすい部類だと思います。高さもあるしね。車内での食事もしやすいですし、悪路も雪道も走れるということで、実は車旅にはかなり向いている車かもしれませんね。まあ、ネックがあるとすると多分燃費がネックかなという感じはします。というわけで今回の動画はここまでとなります。また次回の動画をお楽しみに。あ、そういえばサンルーフついてるんだよね。最後にちょっとチェックしましょうか。ここを操作すると、お、開いたよ。めっちゃ気持ちいいね。で、この内側だけ開けるだけでも結構明るくなって開放感ありますね。で、こうやって縦にも上側にも開けることができるので、少しだけ開けたいときは、まあ、こっちを開けるといいかもしれないね。とても風通しは良くなります。やっぱ車中泊に向いてるかもね。